いつまでそうしているつもりだ。お前のその顔は気に入らない。不愉快だ。この屋敷を出ること以外なら何をしてもいい。お前が来てからずっと眠ってばかりだ。悲しいのか？悲しいからそんな顔をするのか？じゃあなんだ？お前の望みを言え。叶えてやる。家に帰りたいのか？帰りたいのか？答えろ。チさてと、お姫様のご機嫌伺いにでも行きますか。おい。おお、珍しいな。そっちから声をかけてくるとは。王子様からお声掛けいただけるとは、至極光栄。私めにご用でしょうか。わざとらしい口上はやめろ。聞きたいことがある。なんだ？どうせお姫様のことだろうけど。ぐったりしてる人間を元に戻す方法を教えろ。ぐったり？それは怪我をしたか病気にでもなったかって、どっちも今のお姫様には関係のない話か。関係があるから聞いている。そう言われてもな。まあまだ半分人間なんだし、人間の食事を用意すれば大丈夫だろう。ああ、あと人間は眠るからな。食べて寝てればなんとかなる。食べて寝る。うつしおの人間が何食べるかは分かってるよな。それくらいは知っている。ま、せいぜいお姫様のご機嫌取り頑張ってくれ。もう用は済んだ。消えろ。はあ、相変わらず可愛くない。うるさい。ああ、それからまだあるのか。人間の女っていうのは繊細だからな。くれぐれも扱いには注意することだ。以前よりは頑丈になったはずだ。バカだな。そういう身体的な意味じゃない。環境が変わって、昇進のお姫様をせいぜいいたわることだ。
お人形さん遊びがしたいだけなら、それでも構わないがな。無理強いはしない。できるだけ優しく。年長者からの忠告だ。ありがたく聞くように。うるさい。やっぱり可愛くない。食べろ。人間は野菜と動物の死肉を混ぜ合わせたものを食べるのだろう。違うのか？志賀隆の知識ではもういい。いらないなら捨てろ。まずいなら捨てろ。言わずとも、お前の感覚はわかる。なぜ礼を言う？また作ってやる。早く。ここに置いておく。食べ終わったら飲め。何か欲しいものはあるか？あるなら言え。食べて飲んだら寝ろ。
ワンワンじゃない。わからない。ここから出られない。できるはずがない。できない。だったら、お前の血を。いや、何でもない。今はまだ、出られない。お前が俺を飼うのか？寂しい。寂しい。お前が俺と一緒にいるのか？ずっと共にいるのは伴侶だと聞いた。お前が俺の伴侶になるのか？一緒にいると言っただろう。証をやる。約束の証だ。今はまだそのくらいしかできないか。花？花が好きなのか？見たことがない。そうだな。いつかここから出られたら。約束。待ってる。わあ。もうここには来るな。あいつと関わるな。あいつは犬じゃない。待って、礼拝堂には入るな。トラ、ダメだ。よく見ろ、ワンワンじゃない。あいつはワンワンじゃない。いいから俺の言うことを聞け。もうここに来ちゃダメだ。病気になって死んでしまう。そうだ、あいつは人を食う化け物。トラ、牛を、なんでここに。掟を破ったな。ここには近づくなと言ってあっただろう。挙句里の者に正体を明かすとは。竜、お前が連れてきたのか。竜はお前のために足止めしようとした。ずっと見張ってたのか。オサの言いつけだ。ここであったことは忘れてもらうよ。俺が勝手にやったんだ。こいつは関係ない。君のためだ。
何をしてる？起きたのか？昨日のスープとやろう。もう一度用意してやる。食べろ。昨日は食べただろう。一口でもいい。食べろ。お前が？できるのか？やってみせろ。昨日のものとは見た目が違う。手順も同じだったのに、なぜこうも違う。消せない。よくわからない。ただ、暖かいというのはわかる。なんだ？当然だ。あとは全部一人で残さず食べて寝ろ。なんだ？何が言いたい？口で言ってることと感情が違う。わかる。いえ。不満だ。じっと動かないお前など見ていても、何も面白くない。人間は食べて寝るものなんだろう。お前はまだ半分人間だ。そうだ。なぜ礼を言う？なんだそれは。思い出したのか？俺の名前も思い出したのか？
お前がつけたんだ。一緒にいると約束したことも忘れたのか。もういい。何をしに来た？邪魔とは言ってない。勝手に出て行くな。何をしに来たか聞いている。おい。うるさい。うるさい。黙れ。黙れと言ってる。なんだ、お前。シオ。ワンワンじゃない。名前？俺の名前はない。必要ない。なぜ？誰も呼ばないなら必要ない。
なんだそれは。そのまま過ぎる。一時増えただけだ。もっとかっこいいのにしろ。In the finsterness. それなら聞いたことがある。フィンス。いいだろう。今から俺の名前はフィンスだ。悪くはない。目を覚ませ。急に倒れるな。覚えていないのか。やっぱり覚えてるのか。え？これ？こんなのどこで見つけたの？これは読んでもわからないよ。絶対につまんなくて寝ちゃうよ。僕が今まで間違ったことを言ったことある？ドイツ語は先生に遊びで教えてもらってるくらいなんだけどな。しょうがないな。一遍だけだよ。ゼーリゲーゼーンズフトザクトエスニーマントヌアデンバイゼンインデアフィンスターニスデシャットング。フィンスターニス。そう、暗闇。真っ暗っていう意味だよ。ほら、わかんないからつまんないだろ。なんだ。感情がごちゃごちゃしている。お前のことはすべて把握しておく。伴侶だからだ。はっきりしないな。何を考えている？説明しろ。自分のことなのにわからないのか。
俺が原因なのか。だったら構わないだろ。ずっと俺のことを考えていればいい。いくら混乱しようと構わない。何がひどい。俺はいつもお前のことしか考えていなかった。同じことだ。今まで考えてこなかった。お前の方がひどいだろう。混乱が増した。お前の指図は受けない。どう？なんだ。また倒れる前に部屋に戻れ。月が出た。飲め。体調は？お前の体が慣れてきたんだろう。なぜそんな顔をする？以前と違う。もっと嫌がっていたはずだ。
何か欲しいものは思いついたのか？その服は気に入ったのか？わかった。飲んだら早く寝ろ。